お疲れ様でした。お疲れ様です。今日3得点。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。かなり乗ってる印象があったんですけど、いかがでしたか。そうですね。まあリーグ公式戦始まってから、まあ、点取れてなかったんで、まあ絶対今日決めてやろうっていう気持ちでいたんで、まあ結果3点取れたんで、まあ良かったですね。なんかこう普段と違ったところってあったんですか、今日は。そうですね。まあいつも以上にやっぱお客さんもいっぱい来てくれてたし、遠い埼玉の遠い中に来てくれている方多かったんで、まあそのサポーターさんの前でやっぱ決めたいって気持ちが強かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。リーグ戦まだまだこれから続きますね、はい。チーム内での競争もかなり激しいと思うんですけど、はい、そこを乗り越えて、意気込みを一つお願いします。そうですね、まあ、チームで一番、まあ、最年少っていうのもありますし、まあ、自分が力つけていくことが絶対チームにとって、まあ、必要なので、まあ、これから、まあ、リーグ戦まだありますけど、まあ、しっかり、チームに貢献できるように頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。MVP 賞の使い道は。そうですね、美味しいものをちょっと食べたいです。ありがとうございます。